今日は股関節の前側と後ろ側を同時にストレッチできる方法をご紹介します。かなりバランスが必要ですので、結構上級者向けのストレッチにはなっております。壁などを持つところがある場合は壁などに、手をかけていただいて、バランスをとっていただければと思います。こちらでは左足でやっていきますね。左足を膝から先をリラックスさせてもらって、前と後ろに大きく股関節から動かすようにしていってください。でリズミカルに行うようにしてください。結構大きな動作になりますので、周りにぶつかるものがないかどうかなども十分注意してから行うようにしてください。だいたい5回から10回ほど繰り返してください。右側も同じようにやるようにしてください。以上です。